めっちゃメレンゲだ、なんかニョニョンってなる上が。いや、ユミエさんがこれを着て踊ります。メレンゲスティニー、スティニー、あ、動きも可愛い。メレンゲっぽい、なんかニョニョってなる。結構なんか画角に収まりたくて、本日はお時間いただき誠にありがとうございます。いらっしゃいませ。僕たちバレエを広めるってことを目的に YouTube をずっと活動してて、延長線上でなんかバレエ作品を作ってって。日本に帰ってくる前からそれなさってたの？いや、どっちかっていうと帰ってくる前はもう本当に YouTube だけなので、なんかそうですね、ある種なんかこうバレエを広めるって言ってるけど、実際に見せられてるわけじゃないし、踊る機会を与えてるわけではないので、そこはちょっとある種もどかしかったところではあったんですけども、まあ僕らは僕らのできることをやるってことで。エンターテインメントのバレエはもう本当に素晴らしいと思うし、バレエってやっぱりメジャーになれない一つが高尚なものとかね、見ててあんま面白くないとかね、白鳥の湖なんて寝ちゃうじゃないですか。今度白鳥の湖やられますよ。寝ちゃいますよね。うち同じなんです。山海さんの本とかね、あなたの喋ってるなんかいろいろ拝見して、ああこんな子が出てきたんだってすごく思ったんですよ。あら、ありがとうございます。本当に本読んでいただいたんですか？あなたの資料をすごく見て。資料資料とかいろんなものをあれを印刷して、これを印刷してっていうのが始まって、ああこんな子が出てきたら本当にこう日本のバレエが面白くなるなっていうのはすごい感じていました。子供の時って私はバレエを全く知らなかった人なので、白鳥の湖とか結構大人の作品を子供たちがもう大丈夫ですかってこれあんまり面白くやってないんですよ。小さい時だからこそバレエの楽しさ、それからだんだんいろんなね、クラシックな素敵なものを覚えていくっていうなった方がいいんじゃないかな。そのために子供たちの全幕ものシリーズっていうものを7作品8作品作ったんですね。何かそういう子供が主役になれるものと、やっぱり子供たちも見て楽しい、バレエ入り口をこれからもずっとやっていかなければいけない状況の中、あなたが出てきたので本当にこれ拍手喝采です。煙突町のプペル、お衣装全部全幕作ったんですけど、私は3年間ぐらい断ってたの。あのプペルの映像が舞台に、いや絶対できないと思っていたらできたんですよ。日本人の作ったそのオリジナルのものってやっぱり世界に発信できるので、そういうものをもっとあなたにやってほしいなってすごく思いました。確かにその日本の作品はやりたいよねって言うと、やっぱりジブリになってきますよね。なんか有名どころで、浦島太郎とか金太郎じゃ困るしね。ちょっとまあそこまあ案としては出てくるけど、じゃあ実際にどっちが面白いのってなったら、まあ、ジブリさんの作品が知名度もあるし、ね、面白さもあるし。そうだよね。あとこの間話してたのベルバラだよね。ベルサイユのバラもね、日本ってやっぱりアニメーションとか漫画とかがすごい。あ、アニメ漫画系もそうですね。宝塚とかねやってますけど、こう言葉のないバレエで表現するってなった時にどうなるのかなっていうのを、また楽しいんじゃないかって話をこの間ちょっとしてました、うん、そうですよね。なんか大衆受けするってなった時に、まあ、バレエってやっぱりある程度物語を知らないと楽しめないっていうなった時に、確かにね、やっぱり大衆が知ってる作品じゃないとそもそもダメっていう、うん、だけどまあ著作権的なところで、まあ、難しいですよね。それはすごく大変ね。なかなか、うん、バレエっていわゆるこう世界のヨーロッパのものみたいなイメージがあって、それをこう真似するじゃないですけれども、意識がある人は結構日本でも多いのかなっていう、うん、そっちの方が多いです。多いですよね、うん、ただなんかアメリカみたいに、アメリカのバランシングスタイルみたいに、うん、なんかそのアメリカ人に受けるスタイルを確立するとか、うん、もうアメリカ人はなんか古典の静かな感じよりもド派手な感じみたいな、そうですね、っていうスタイルを日本でもなんか確立してもいいんじゃないかっていう、日本人に受ける、これからそれを作りたいと思ってます。3年後4年後劇場がもう立つ予定でいます。劇場付きのダンサーになって、そしてちゃんとお給料いただいて、日本独自のものを作って海外に発信するっていう、そのスタイル、それは子供の頃からやっぱり育てなければいけない、そういうサイクルを作る街っていうのを目指しています。あなたはそういうところで活躍するべきだと思います。僕らはでもなんかその土台がないというか、吉野さんある種これが土台じゃないですか、うん、ダンサーさんを雇うってなった時も最初はなかなか給料難しくても、うん、例えばこの半分はこっちで働いてもらいますみたいな、はいはい、
っていうやり方もできるじゃないですか。あのね、もう十数年前に実業団バレエ団を作ろうかなと思ってた。だから半分働け、半分バレエしなさいみたいな。はい、うん、だけどちょっと難しかったんです。あ、それ難しかったですか。難しかったのはダンサーたちの寿命って短いじゃないですか。はい、だから働きたくないって言われたの。この期間は踊りたいんですみたいな。うん、半分じゃなくてずっと踊りたいんですみたいな。あ、そんなもんなんだ、あ、バレエダンサーみたいに思いましたけど。で、プロとやっぱり子供たちが一緒にドッキングする、子供たちがあのそういう公演の舞台で育っていくわけじゃないですか、発表会じゃなくて。そういう実業団バレエ団があってもいいよなみたいな。まあ、あってもいいですよね。そうですよね。まあ、僕の兄もなんかバレエ素人でダンサー雇うとしたらまあそうだよねみたいな。労働基準法で働くってなった時に8時間でみたいな、うん、ずっと踊ってるのとプラスなんか 2,3 時間働けば普通に出せるしみたいな。うちの小学ダンサーで2名いるんです。うちの小学ダンサーはだいたい1日8時間のうち2時間ぐらいは練習の時間だったりとかっていうのを取ってもらって、それ以外は文化事業っていう公演関係のなんかお仕事をしてもらったりとかしてますね。なんか僕この前劇団四季の中方と食事会みたいなのがあって、劇団四季もアーティストの方々が舞台の幕をやったりとか選択したりとか、裏方マーケティングの部分とか携わったりとかもしてるらしくて。劇団四季って本当に何でも屋さん。でもそれって普通じゃないかなと私は思うんですけど、普通ったらおかしいんですけど、まあ、やっぱりいろんなことを知らなければいけない。そうですね。特になんか引退が早いのであればその後の人生長いってことじゃないですか。そうです、そうです。ってなった時に知っといた方がいいというか、その社会経験というか。そうです、そうです。あ、吉野さん強いな、これ。え、強い、強いですね。あ、強いですなんか土台もあるし、そこからなんかいろいろ。だから本当に企業だからできる。ちゃんと皆さんからいただいたお衣装代で皆さんにあの返すこともできるわけだし、舞台でちゃんと皆さん返してステップアップできるようなことをずっとね今までしてきたので、これからはやっぱり何か一つの形になってね、学んで踊って、ジブリじゃないけど何か日本のものを発信できて外国人が習いに来るぐらいの、そういう場所があってもいいじゃないですかってすごく思います。いや、できそうですね。できますよ。だから何でも頑張って。いやいや、できます。いや、いやすごいなと思っていや、あなたみたいな人も本当に必要だと思います。これからなんか日本のバレエ界のなんかいろんな課題点がいろいろ解消、うん、解消できますよね。そしたらね、あのこう夢が持てるというかね。うん、うん、やばやば、僕らはもう出る幕ないですよ、もう。いや、あなたが出る幕ですよ、これから。逆になんかアドバイスというか、僕たちにしかできないこと、あ、なんかあると思うんですね。あると思います。なんか、まあ、僕たちはなんか YouTube が割と土台というか、うん、まあなんかそういう観点で芸術ってね、こう哲学的な話になっちゃいますけど、人って生きたら死ぬ方向に向かっていくじゃないですか、絶対的に。哲学的だ人って生きてるだけで芸術だと思ってるんですよ。はい、その芸術、自分の生き様とか何かそこで起こることを発信しようと思った人が芸術家だと思ってて、なんかそれって結局人の生き様だから芸術って正解も不正解もないんだなって思ってて、全部が全部こうリスペクトできるようなこう業界になっていくのが一番正解なんだろうなっていうふうに思うんですよね。なんかそういうふうな人間関係が構築できる業界っていうものをバレエ界から舞台界っていうところにもどん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 広げていきたいってすごく思っていて、すごい人を感動させる舞台をやってること自身がもう芸術ですよ、うん、もう本当に。お客さんの舞台ってそれを共有したいって思う心が芽生えるじゃないですか、うん、それってもう最高なことですよね、やっぱりね。舞台人としてそういう感動というかそういう感情を与えられるってすごい。そうそうそう、アトリエ吉野さんのお衣装って舞台で見るとオーラがありますって言われました。それってうちのお衣装結晶なんですよ、一人一人の。全部作り手からもうメンテナンスから全部の人の結晶がここのお衣装になってるから、それも一つのもう芸術の一つだと思うし、どんなものでも芸術なのかなってすごく思うので、あなたが今やってることはすごく大事にしてほしいかな。でもっともっとこうあの自分たちのこうオリジナルのものをもっと追求してみんなを楽しませるっていうことがすごい大事なことのような気がする。私たちの持つアート、そうです、それを発信する。そうです、皆さんを感動を与えられるっていうのはものすごい芸術の一つだと私は思うから、うん、あ、確かに。なんか僕たちは何ができるのかみたいな
結構ポジションベースで考えちゃったんですけど、うん、まあ自分たちの発信したいことみたいな、そうもうそれでいいと思う、ベースで考えても、うん、あんまり比べることはしなくてもいい。わあ、めちゃくちゃ腑に落ちました、ありがとうございます。なんか自分たちが何をしたいのかっていうベースではあんまり、確かに今のところまであんまり考えてなかったかもしれないです。私は衣装とても好き、うん、私はコスモフォー1キャラクター I think ヨシナさん is great。 1点そういえば忘れてたんですけども、白雪姫ね、うん、お願いしたいんでね。白雪姫やるの、はい、いつ？来年の2月なんですけど。すずちゃんな、来年の2月。あ、そう。でも、はい、白雪姫を主役とかだったら全然問題ない。主役だけ、とりあえず白雪姫の。私は子供からずっと白雪姫は一番好きな。あ、そうなんだ。ディズニープリンセス。プリンセスのね、うん。ディズニーのプリンセスのタイプにしない方がいいんでしょ。まあディズニーではないですけれども、うん、まあ、テラさん独自のね。独自のプリンセスね。テラさんが思う。うん、はいはい。皆さんのこだわりが全て詰まったやつを。ああ、いいじゃない。子供たち、多分動物、いろんな動物。あ、動物たちね、可愛い動物たくさん出てくる。それでは今後とも引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日お話ありがとうございます、はい、組み合わせがとても素晴らしいので、あの後ろの本当にすごかったですね。インスタで見ましたけど、うん、ああ、なんかレックスライブさんっていう、あの方々もなんかすごいなんか楽しいことやってるみたいな感じでなんか共感していただいて、あ、そうなの、結構割と本来めちゃくちゃお金かかるんですけども、うんうん、あ、もうサービスでみたいな、いや、すごいお金かかるんですよ、映像が。で、それが的確にそれとマッチングするまでって大変じゃないですか、映像って普通制作時間とかでなんかお金が発生するんですけども、うん、なんかもうなんかずっとやってるんですよね。決められた時間でそこじゃなくて、うん、なんかもう楽しんでずっとやってて、そうなの、本当に好きじゃないといけないってことよね。でもそういう方とね、ちゃんとできてとても良かったと思う。そうですね、うん、いいところとすごく安っぽく見えちゃうところがあるの で、ね、やっぱ平面なのでね、うん、立体で見ないとなんか重量感が出ないものってあるじゃないですか。そう考えたらなんかエンタメとアートの違いじゃないですけども、そのバレエの持つアートの世界ってやっぱりこう、例えばビヨットだったら17世紀のフランスの世界を再現するみたいな、ってなった時になんか映像だったら絶対なんか入り込めないというか、確かにね、だから幕じゃないといけないみたいな、だからバレエの衣装じゃないといけない、エンタメになったところの時にあんまり重々しくても、うん、確かに、なんかもう直接的なバーンって映像するみたいな、確かにね、っていうなんか両方違いをバランスよく見せられたらっていうのがあって、うんうん、そうだね、それはお客さんの目のが厳しいから本当にいいなと思うようなものがやっぱりね、うん、継続しないと次の作品見てくれないので、そうですね、そうそうそう、逆になんかそのなんか素人の人が多いんですけど、私素人の方が難しいというか、あ、そうだと思います。あのものすごい客観的にパッと判断するので、うん、面白い、まあ、面白くないっていうのはね、普通にバレエやったら面白くないもんね、うん、まあ、僕思ったのはでも結構バレエの人ってあんまりバレエの魅力知らないのかなっていう、あの外から物を見ないですよね。あのなんか習ったことをそのままなんか踏襲されてきたをやってるだけで、うん、そもそも魅力を理解してないから、だから伝わらないしっていうのは思ってて、分かる人だけ分かればいいや的なこう考え方でこう相手に伝えようと思っちゃってる時が結構あるっていう、うん、っていうのは多分なんか自分も多分分かってないのかなと思ってるんですよ、うん、でもなんかその古典を継承していくってなった時にあんまりこうそれを変えていくってなると継承できない、だからまあある種守るために変えないっていうのはまあ理解はすごい、それはありますよね。だからなんかその僕たちはその無理やり古典をエンタメ化するみたいなのは難しいのかなと思いますね、うん、あんまりあのエンタメ化しない方が古典はいいのかなって思います、ね、何百年もね続いてね、ストーリーとチャイクスキーの音みたいなものをなんか面白おかしくやる方が勝手に新曲みたいな、そう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 違いますみたいな感じになっちゃうかもしれない。頑張ってください、ありがとうございます、はいはい、はい、いいですか、時間、はい、ありがとうございます、ご苦労様、お弁当を支給していただきました、吉野からお弁当、なんと、うん、これもっとやばいのか、見てください、これ吉野さんのお水ロゴ入り。